東側より駅舎を望む。手前が当時建設中のグリーンライン、奥がブルーライン。センター南駅は神奈川県横浜市鈴木区茅ヶ崎中央にある横浜市交通局の駅である。ブルーラインとグリーンラインの2路線が乗り入れる。地元利用者の間では線南の愛称で親しまれている。当駅周辺地区は横浜市における主要な生活拠点に指定されている。 駅番号は、ブルーラインが B29, グリーンラインが G04。グリーンラインに設定されている、ステーションカラーは、ショッピングモール等、都市機能が集積する副都心であることから、都会的なイメージで水色。港北ニュータウン第2地区のほぼ中央に位置し、シンボル広場、駅前広場を結びつける、回遊性のある街づくりの各施設として位置、付けられている。当駅は、 高低差14メートルの2つの地区を機能的に結ぶ歩行者専用通路を取り込み、都市計画道路の両側に配置された2棟の建物とこれらを結ぶ道路上の空間で構成されている。改札口はアッパータウンと同じ高さの3階に設置され、グリーンラインとは改札内で乗り換えが可能な構造になっている。また2階にプラットフォームが 一階に自由通路が設置されている。将来の増築を想定し、6階建てにできるように設計されている。駅のデザインは、改札内コンコースの天井に最高と換気を兼ねた三角形のトップライトを設け、センター機待機の円形のトップライトと対比させると、共にコンコースプラットフォームの外壁に連続したガラス窓を多用して、 自然の光を取り入れた明るい駅舎として作られた。江北ニュータウンのタウンセンター地区の第二地区側に立地することに由来する。高架駅であるが、傾斜地にあるため、ホームは2階に、一部の出入り口と改札口は3階に、ある。ブルーライングリーンラインとも、島式ホーム1面2線を有する。2019年度の1日平均乗降人員は86,031人で、ある。 同局の駅では、センター北駅に次ぐ第4位。グリーンラインが開業すると、ブルーラインを利用して、アザミの経由で東京都内へ向かっていた乗客の一部が、グリーンラインに移常してきたため、2008年度は、ブルーラインの乗車人員が大きく減少したが、翌2009年度からは再び増加傾向にある。近年の1日平均乗降人員推移は、下記の通り、 近年の1日平均乗車人員推移は、下記の通り。5番出口に設置されたガラス彫刻のパブリックアート。神話駅から移設。マスダヒロミ、プレーザグラスセンプリーチェ駅北側5番出口の海段下にバスターミナルがあり、東急バスと横浜市営バスにより、周辺地域へのバス路線が運行されている。また、羽田空港と成田空港へのリムジンバスが、東急バス。 京浜急行バス、京成バスにより運行されている。ありがとうございます。